スケキンとボンバルは合わない。スケキン相手頼りやん。ふざけるなー。食事大吉、アミキシです。ということで、今回も動画撮っていくんですけども、今回ですね、冒頭にあった通り、ボンバルにチャンピオン、スケキンを入れていこうかなと思います。昨日の動画でね、ゴールデンナイトを入れた、ボンバル、動画出したんで、まだ見てなかったらよかったら見てください。無事ね、ゴールドナイトの方は3連勝できて、で、アチャクイはね、まあ、そう、チャンピオン入れていこうシリーズやってるんですけど、勝手にね。で、アチャクイは普通に強いんで、まあ、それは飛ばして、あとスケキン入れるって感じで、まあ、一旦アイゴリに戻すじゃん。で、スケキンね、どこに入れるか考えたんですよ。考えたんですけど、やっぱボムバルだから、バルーンとディガはさすがに、あ、バルーンとボムタワーは、まあ、入れとくって感じで、で、マスケ抜いたらやべえじゃん。で、雪玉ないとバルーンって突破できないじゃん。で、やっぱいるアイゴレかなと思ったんだけど、アイゴレも意外と必要だなって昨日のゴールドナイト入れた時思って、ってなると、こいつ範囲攻撃なんですよね、一応。で、スケルトンでスケキンを吸収する、スケキンを吸収するんで、スケルトン抜いちゃったら、あんま強み出ないから、もう相手が本当に、コメントあったよりね、相手頼りやんって感じなんで、今日は、樽の位置をね、スケキンにしてやっていきたいなと思いますさ。いや、これは本当にわかんない、勝てるか。ただ、相手頼りやんっていうわけではないよっていうことをね、証明したいなと思いますよ、ここで。いや、勝ちたいっすね。3連勝したい。さあ、ということで、行きましょう。レッツゴー！来い！頼む、頼む、マジで、うまいやつ来んな、うまいやつマジで来んな。頼むぞ。よし。いや、でもこれ結構ね、意外とワンチャンあると思うんだよね。スケキンと、アイゴレがいるから、やっぱり。ボンバルの形組めれば、まあ、こっちのもんなんで、さあ、ここもスケキン抜けていっちゃうよ、俺はもう。ドゥドゥドゥーン。いて！待って、その一発痛すぎる。ああ、お前かよ！マジか、スパーキーダメだろ、絶対、これ。ああ、やばい。ここ、アイゴレで一回受けて、オッケー。で、ここ、ザップ来そうなんで、一旦ね、この辺に出してあげることによって、スパーキーをね、ボムの方に向かせます。それで、ボムで処理していくと。ああ、まあ、ここ行こう、一回。今、ゴブジャイ来たら俺やばいんで、攻めといて、ここで。あー、出してくるの？あー、まあ。うわ、ここやべえな、これ。これやべえ、一発入り。オッケー。ここ、スケキンで回収したいな。ちょっと遅れててもいいんで、エルヒからしっかり処理していきたい。オッケー。頼む。ザップ来る？さあ、来ない。オッケー、スケキン、いいぞ。回収した。いやー、しょぼいな。あんま回収できてない。ここも使うのもやだな。2コスなんでね、これ。これに2コスは避けない、さすがに。さあ、アイゴレで逆サイ釣っていく。いや、アイゴレの強みはこういうのよ。やっぱ逆サイ誘導ができる。これは強い。OK、そのダッシュめっちゃ美味しい。これ、単体でいいな。で、メガが来たら雪玉ね、吹っ飛ばします。これ、スパーキー当てたいな、雪玉で。当たるかな？当たんねえ！あ、待って、エルキ回ってるか。ここ、ゴブチャイ出せないはずだけど、一応出しとこう。あの、スケルトン、あの、なんだ、ボムターンも。オッケー。ここをこそスケキンじゃね？待って、遅いかも。危ねえ！マジで。スパーキー入ったらやばかった、今。ここでしょ。これ来たんでしょ？これ来たんじゃない？来たんじゃない？いけ。あ、待って。いける。ああ、お前弱いって。あ、しかも待って、なんか、あいつ落ちちゃったよ。いや、まあ、そりゃそうだよね。だって、何も吸収してない状態だったから、やばい、樽欲しい。マジでさ、それはなくない相手。樽めっちゃ欲しいんだけど。待って、お前強すぎ。オッケー、強い、よしよし。お前相手のそれせこいって。マジでせこいんだけど。待って、スパーキーそっち行く？行かねえ。よかった。危ねえ、怖え。OK、ここ一回受けれるね。これスパーキーをこうやってあげて、さあ、ここで、スケキンでしっかり受けていく。OK、これボムターン回して、無理やり置こう。
ここカウンターいけんじゃね？あいつボムタワー来るけどさ、あ、じゃあスパーキー来るけどさ、あ、ここクロック使ってきそうだな、相手。いや、ある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 、これある、これある。お前出せよ！何してんだよ！待って待って待って、マジで何してん、何してんの？スケキンさん、頑張ってください、頼むから。お願いします。投げんなよ、オッケー。オッケーオッケーオッケー。いや、まだあるまだある。スケキンがスパーキーに強い。よし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 。あるぞ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 、これ。これあるぞあるぞあるぞ、マジであるぞ。もうこれは、あれはしょうがねえ。これそう、入んじゃね？来た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 。よっしゃ。よし。よし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 。いや、スパーキーに対してスケキンが強いぞ、これ。来た来た来た。よしよしよし。3連敗は免れた。俺の12勝3連続目がまだかかってるから。わー、なんか強そうじゃねえかよ。名前が。名前が強そうなんだよ。ちょっと待ってくれ。これはさすがに逆サイいきます。さすがにってわけではないから手札詰まってるんでね。これクロック来るかな。あー来る、オッケー。まあ使わせたって考えれば。これで爆破入ってるんでね、まあ。で、昨日ね、ショート動画でアチャクイのね、逆サイ誘導できるときとできないときのね、動画出したんでね。まあ今簡単に言っちゃうと、スキル使ってるときは逆サイ誘導ができますね。ただ使ってないときは逆サイ誘導できないって感じなんでね。え、これマジ美味しくね？これやばくね？来たんじゃね？これ。どう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 。これマジで来た、マジで来た、マジで来た。これ右許容も。あ、待って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 。豚くんだ、豚くんだ、お前。ちょ、マザニクの豚くんだって、お前。お、無駄の肉さ使っちゃったじゃねえかよ。いや、ワンチャンクローク使ってもよかったかな、今。おっと、これは。いや、これワンチャンスキルたまんのかな、怖いっすね。一応、これ出すか。まあ、来たら雪山まで加えてあげるって感じで。やっぱ来るか。まあ、ここはね、マスキルしっかりと受けれると。オッケーオッケーオッケー。いや、あそこ、クローク使ってもよかったね。コウモリ、回収できたんで、ここ、ボン、あれかな？あー、なるほどね。そう、スケキンね、意外とね、範囲攻撃っていう強みがあるんで、いや、マザネク切ったな、相手。一回スケキンから入ろうかな。オッケー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 。めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しい。これ全部回収できるぞ。あの豚。オッケーオッケーオッケー。来た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 。来たぞ来たぞ。こいつ強いぞ、これは。このスケキンめちゃめちゃ強いぞ、今。お前相手どうすんだ、これ。よいしょ。使っていく。マジでマザ肉がめちゃめちゃ怖いんだよな、でも。オッケーオッケーオッケー。あー、これやばい。このスケルトンやばい。やってるかもしんない。マザ肉で。いやーだよな、だよな、だよな。そうなるよな。やべえ。ここやべえかもしんない。ちょっと怖い。さあ、ここを耐えたら俺の勝ちだね。あー、うまいな、それ。ただ、ここは、待って。頼む、頼む、頼む、頼む。頼む、頼む。危ねえ！危ねえ、危ねえ、危ねえ。マジで危ねえ、マジで危ねえ。これ豚来るよね。来たんじゃない？これ。やばい、やばい、やばい。2連勝は激アツすぎる。よし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 。え？待って。マザ肉に勝てんのでかくね？これ。さては強いんじゃないか？これ来ちゃったんじゃない？オッケーオッケー。さあ、ラスト。いや、これ勝って3連勝で終わったらもう、あれだからね、合わないとか言った人たちも、使ってもらいましょう。コメントで、さすがに合わないと言った人たちに使ってもらいますからね、俺は。ちょ、待って、待って待って待って。はい、これ、はい、これ、はい、これ。はい、これ、逆転いっちゃった。もういいや。さあ、回収。で、これでもう一回回収できるぞ。これ、あれだな、ディガーつけよう。まあ、打っとくるよね。そうだよね。だから、ここはあんま使わない。このさ、スケキンってさ、スキル使った時ってどうなるんですかね。あ、じゃあ、スキル使って、使っ、
ってちょっと経ってからやられちゃった時ってスケルトン出るのかな。それちょっとねまだわかんないんですよね俺。いや相手すごいねそれ。いや待ってマジか。こうだなじゃあ。いやこの範囲攻撃が意外と強いんだよな。さあさあ、オッケー。いいぞいいぞお前。いい盾になってるぞ。その調子だ。いやここ怖えマジで。マジで怖えこれ。サイクルがやっぱ垂れないとクロスね若干怖いね。ここ一回受けといて、そうだね。で、ここで、いや、行かない方がいいかな。行っちゃったら、いや、でもな。いや、テスラ切ってたから行ってみるか。このペースだと相手のペースなんでずっと。で、ここで、そうだね、OK。多分突破できるんで、これで。で、何かしら咲いてくる。ファイボかな ?OK。ファイボ咲かせたんで、美味しいっすね。爆破入った。マスキーから入っていこう。まあ、多分、ボークロかな。オッケー、攻めてくんなら美味しくて。で、なんでかっていうと、これでね、相手ね。また逆行っちゃったな。で、それ置いてくる。うわー、なるほどね。それうまいね。ただ、ここで、遅延かけることによって、バルーンがね、入ると。これが強い。いや、待って、これ回収できてるぞ。やべえ、バルーンじゃなくて、スケギンの、やばいって、お前めっちゃ強いやん。え、相手言ってなかったのかな?来たんだけど、待って。3連勝来たわ。マジか。これはもう、さすがに、弱いとは言わせないぞ、このスケキンバルーン。強すぎるかもしんない、これ。待って、相手さ、ちょっと見ていいですか?あ、今日の動画もう終わりです、これで。いや、やった3連勝、でかすぎる。ここじゃないな。あ、これだね。あ、ウッドあるね、相手。あ、エリクサーなかった。クロス置いて、速攻で、俺ここで、そうで、ここでやって、あるね、エリクサーあるね。あるんだけど、相手ここもう捨てたのか。いやー、ウッド来てたらちょっと怪しいけど、まあ。3連勝に変わりないんでね。よし。いや、スケキンバルーンで今日は3回行きました。3連勝ということで、昨日のね、ゴールドナイト、ボンバルのゴールドナイト、そしてスケキンのボンバルということで。いやー、アチャクイでここを使う次の動画、アチャクイで3回行って、3連勝して最後2回なんかでやるか、まあ普通にこっからボンバルでやるかね、ちょっと考えたいなと思います。まあ、アチャクイ普通に強そうだからね、あんま面白くないと思うんでね。ということで、ご視聴ありがとうございました。この動画良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、バイバーイ。